皆さんこんにちは、上野敦です。私は約20年内装職人やらせていただいてます。で現在は大家さん目線の DIY やバリューアップリノベーションを投資家の方に直接指導している講師です。今回のリフォームはこちら、フロアタイルのリフォームです。フロアタイルは耐久性と価格のバランスが非常にいいので賃貸物件には大変おすすめです。それではまず最初にお部屋の大きさを測って材料の必要な量を計測していきたいと思います。メジャーで計測するときはメジャーをこのようにどん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 出していって反対側の壁にぶつかったら少しゆとりを持って伸ばしてそのまんまピタッと止まるところまでで計測します。寸法を測るときにリビングなど距離の長いところを測る場合にはこのようなレーザーの距離計があると非常に便利です。このようにポイントに合わせてこのようにボタン一つで計測できます。計測が終わりました。このお部屋ですけどもまずこの横が2400mm で縦が3440mm という計測結果が出ましたのでまずこの横につきましてはこの面が来ますのでこの素材自体が横が 15cm なので16枚で縦は 3440mm に対してこの長さが90センチですので4枚で合計が64枚必要な数量になります。床材っていうのはだいたい大きく分けると3種類あります。まずフローリング、その次にフロアタイル、その次にクッションフロア。まずコストの面でいろいろ悩むと思うんですけども一番今選ばれているのが多いのがこのフロアタイルになります。と言いますのがフローリングですとだいたい施工費が1坪あたり3万円前後でフロアタイルになりますとだいたい4000円から6000円前後でクッションフロアですと2000円前後ぐらいの施工費になるんですけども耐久性やメンテナンス性から見て一番やはり、優れているというところでこのフロアタイルを選ばれる方が最近は非常に増えてきています。今回はこういったフローリングに見えるようなタイプのものを選んでおりますけども石目調のものですとかいろいろな種類や形のものがメーカーさんから発売されています。こういったナチュラル系の中間色ですと非常に傷も目立ちにくくメンテナンス性も良いのでこの柄を選ばれる方も非常に多いです。 CF を剥がしていこうと思います。注ぎ落としてしまいます。